私は、青森県八戸市の出身です。で八戸っていう町はです、こうすぐ隣に三沢市があって、三沢には米軍三沢基地があるんです。それで、その三沢基地のこうゲート前のところにですね、ずっとこういろんなこうディスコとかですね、飲み屋さんとかいろんなところあるんですけども、私が若い頃、1980年代後半から90年代、91年ぐらいまでですね、よく飲みにっていうか、そのディスコに行ってたんですね。でそのディスコにもう毎週週末になるとこう行ってたんですけども、そこで私の元の夫と知り合いました。私の元の夫はバンサーっていうんですけども、用心棒、そのディスコで用心棒やったんですね。でそこで知り合って、そして私はクリスチャンになるかならないかっていうか、本当にまだベイビークリスチャンの頃だったんですけども、周りの反対をですね、みんな反対したんですけども、押し切って、親の反対もまた牧師さんの反対もですね、押し切って、そして結婚をしました。そして結婚はですね、全然うまくいかなくて、ものの1年で破局みたいな感じになってしまってですね、別居して、これからまあそれぞれの道を考えていこうって言ってる時に、私が妊娠してるっていうことが分かって、妊娠7ヶ月か8ヶ月の時に離婚っていうことになりました。もし今私が離婚してれば、いろんなこと知ってるので、訴えるとかですね、どうやってお金取るかとかって分かるんですけども、当時は何にも分からなかったので、ただ本当に別れてですね、何ももらえないまま別れてしまいました。そして妊娠中はこの子供のために何とか頑張んなきゃってことがですね、力になって乗り越えることができたんですけども、出産した後ですね、産後実家に戻って、過ごしたんですけども、その時が非常に辛かったんですね。でこの子供をどうやってって、特に私の一人目の夫はアフリカ系アメリカ人だったので、子供の色が違うんですね。でこの色が違う子供をこの日本で育てていくっていうのが、全然こういいことが想像できなかったんです。両親が隣の部屋に行って、こう襖を隔てて私が この隣の部屋にいたんですけども、声をこう泣き声を聞かせちゃいけないと思ってですね、こうタオルで口をこう押さえながらとか、あとは布団でこう口を押さえてですね、もう本当声が漏れないように、もう本当にこう毎晩泣く日々が続いたんですね。そしてそういった中で、たまたまですね、私の友人が弘前の近くに住んでいて、その人がちょっと病気になって、癒しのために教会に行った方がいいよっていうことを勧めて、そして弘前の教会をこの探していました。そして弘前の教会、今私がここ所属している教会の弘前の教会を知ったんですね。でそこに友達を連れていく中で、その教会がこう感謝をする教会だっていうことが分かって、そして牧師さんといろいろ話をするようになったんですね。そしてその牧師がですね、私のことをいろいろ話を聞いて、そのあなたの人生に起こったことを感謝してみませんかってことを言われたんです。そしてお祈りをしたんですけども、最初はもうものすごい傷を、私の心が傷ついていまして、もう やめてくださいってもう本当に言うぐらい傷ついてたんですね。しかし牧師がですね、こう少しずつも導いてくださって、その結婚生活で受けた暴力的な言葉とかですね、夫に愛されなかったこととかですね、そういったことを一つ一つこう挙げて感謝をしていきました。そしたらですね、そんなに時間かかんなかったですね。もうみるみる心が傷から解放されていって、ものすごく元気になったんですね。で、この感謝の恵みっていうのはすごく大きいなっていうことをその時に思いました。で感謝をしていく中で、私がものすごく変わっていったんですね。そしてその後に私は献身して、仕事をそれまでやっていた米軍で仕事をしてたんですけども、それを辞めて、で教会に献身していったわけなんですね。その時に私があまりにもこうなんですかね、人生が変わったっていうか、明るく生きてるっていうので、私の元の夫がですね、とても影響を受けて、イエス様を信じることにしまして、そして救われたんですね。神様にこういう祈りしたんですね。
日本人できれば日本人の夫を与えてくださいって言って、で、まあ別な人種でもまあ神様導かれるならって言ってて、でもアフリカ系アメリカ人だけは勘弁してくださいってことを祈ったんですね。そんな時にですね、私の古い友人、その1980年代後半とか90年代だったり、その頃にですね、私に一生懸命伝道してくれた人がですね、イエス様信じませんかっていうことで、ゴスペルミュージックとかいろいろこう教えてくれる人がいて、でその人とその後ですね、20年ぐらい17、8年経ってからですね、メールをやり取りすることがあったんですね。祈っていく中で神様からこの人が結婚、神様が結婚に導いている人だっていうことが分かって、そして結婚に導かれて、で結婚しました。でまさかのですね、アフリカ系アメリカ人との再婚っていうことで、どうなるかなと思ったんですけども、結婚してみてもう本当にまさにこう祈りの答えだったなって思うことがたくさんあって、特にですね、私の娘に対してはもう本当のお父さん以上のお父さんで、今はですね、もう誰が見ても本当の親子としか見られないっていうか、そのぐらいにもう溶け込んでいまして、そして本当にこの夫でなければいろんなところで本当に神様がこう最善の人を導いてくださったなってことを思うんですね。それは娘に対してだけでなくて、教会の働きに関しても私のこうサポートっていうか、私は牧師をしてますので、家庭とその教会っていうことで、その教会の働きに関しても本当に全面的にサポートしてくれてて、結婚した結果本当に願った以上の方と出会えたっていうことですね、出会えたっていうか、その結婚に導かれたっていうことで、本当に神様は最善をなしてくださるなということを思わされます。